死柄木線は、滋賀県甲賀市の清川駅から、死柄木駅までを結ぶ死柄木高原鉄道の鉄道路線である。死柄木高原鉄道の唯一の路線であり、滋賀県内の鉄道路線で唯一の非電化路線でもある。旧、国鉄の特定地方交通線を転換した路線で、死柄木焼の産地である死柄木に通じている。死柄木線のうち、全長の 約半分を、清井川駅と柴木宮市駅の間の勾配区間が、占める。路線は、清井川駅を出ると右にカーブして、蕎麦川橋梁で、蕎麦川をまたぐ。その後、旧北蕎麦村の田園地帯を通過し、県道草津伊賀線や国道307号稼道橋で、越えてから上り坂に差し掛かる。その後は、山間部に入り、急カーブの連続と十三パーミルの勾配で、 小野谷に信号場の先まで走り、新名神高速道路と国道307号との立体交差地点を過ぎると平地を走る。規格は簡易線規格であるのでこの区間は最小曲線半径200メートル、最大勾配33パーミル、思行機面幅4メートル20で建設されており、高信山の峠は高低差が170メートルあるもののコスト削減を、 測るためにトンネルによらず曲線で建設されている。雲井駅を過ぎると大音川を2回交差して、しがらけ駅に至る。直市駅玉景島駅間にある第一大都川橋梁は、1953年8月の集中豪雨によって、構生の橋梁が流出し、翌1954年にプレストレストコンクリート橋として再建された。 これは従来スパン10メートル程度に止まっていたものをスパン30メートル程度にまで拡大したもので、これがきっかけとなって長いスパンの道路、鉄道橋への,コンクリート橋の応用が始まった。2008年現在でも問題なく列車を通し続けており、コンクリート橋の適用のきっかけとなった橋との評価から2008年6月20日に文部科学省文化審議会により、 登録有形文化財として登録するよう答申がなされ、同年7月8日に登録された。一部列車で次の停車駅の案内や、駅到着の車内放送の前後に停車駅沿線の観光施設等の案内や、しがらき高原鉄道の歴史を放送している。すべて船内折り返し列車でワンマン運転を行っている。1991年5月14日の列車衝突事故以来、 タセンの直通運転は行っていないな日中は1時間あたり1本運行されている。2015年3月2日、現在、しがらけ駅の始発は6時14分、清井川駅の最終は22時39分である。2006年3月17日までは、最終列車が22時台であったが、翌18日のダイヤ改正で、23時台に繰り下げられた。 2012年3月17日に22時台に戻された。車両はしがらけ駅で夜間退白している。国鉄時代は京都駅発着の直通列車があったが、1980年の草津宣伝火事に廃止された。その他、草津線、津杖駅からと草津駅からの直通運転も設定されていた。1922年5月に、 鉄道不設法が交付されて間もない大正11年、第46回帝国議会の協賛で、草津線木深川駅から関西本線鴨駅までの区間が建設線に編入された。1924年4月1日に日本国有鉄道岐阜工事局の所管となり、1929年5月16日に着工、1933年5月8日に、 清井川しがらき館が開業した。開業直後の昭和八年第六十四回帝国議会で、しがらきかも館は建設線から予定線に変更され、それ以降は建設が進んでいない。二千十三年九月十六日の台風十八号で流出した蕎麦川橋梁木深川駅のしがらき高原鉄道代行バス乗り場本路線は、改正鉄道布設法別表第七十六号に掲げる。 滋賀県清川より、京都府加茂に、イタリル鉄道の一部として計画されていたが、滋賀木加茂は建設されず、変わって2002年まで、JR バス近所線が、滋賀木駅加茂駅間に運行されていた。現在、大見鉄道本線と、滋賀木高原鉄道滋賀木線を改良した上で、滋賀木駅から、片町線までの新線を建設する、琵琶湖京阪田線の構想がある。 滋賀県及および関係自治体により建設規制同盟会が結成されている。印のつく駅は転換時に設置された新駅、信号場、しがらき線に関するカテゴリー、ありがとうございます。